青井さん、はい、半年の1位は何年連続でしたっけ？4年連続です。ありがとうございます。今年はさすがに驚いたという感じで言われてましたけど。そうですね、今年はネット投票だけだったので、うん、まさか1位になるって思ってなかったですね。確かにそのツイッターのフォロワー数で高木さんが多いから厳しいんじゃないかみたいな分析をされてた。はい、確かこうなんかこうプラーって聞いたのはネット投票はあんまり良くないみたいな。ああ、本庄とかそういうあれどんどん入ってるからみたいな、今まで。はい、だから分かんない。だから今年はコロナだし、うん、そういう投票がなくてネットだけだったから本当なんか大丈夫かなと思ってたんですけど、びっくりしました。そこを覆して4年連続でもうどこまで見えてるかまだ分かんないか。そうですね、嬉しいです。いや嬉しいです、本当に嬉しいです。まあ、去年も名古屋で2着だったんで、うん、まあ、今年はリベンジという形で優勝を目指したいと思います、うん、確かにその勝ってファンと喜びを共にするとそのよく原稿を書きましたけども本当その通りなんですよね。そうですね、うん、しかも特に名古屋去年逃げて初めて自己ベスト出したんですよ。ああ、大変ですよ。11.7 の自己ベストが出たんで、相性は本当名古屋とはいいんじゃないのかなって思うので、うん、あと一つは岩手の決勝の時の一番車で前受けが一つ勉強になったというところで、そうですね、はい、そこからのそこからは、まあ、うん、もうそういうことも含めて練習してきたので、うん、まあ、あとはまた明日そういう風になったら、うん、その練習してきたことを生かして全力で走るだけなんで、いわゆる前受けになったとしても大丈夫なそのレーススタイル作りみたいなのを、そうですね、はい、でそこ手に入れたらなんかしかも慌ててたからその時でも、もう今そういうのが頭に入れてたら対応はできると思うし、うん、そもそものスタート地点すら違ったという、はい、そうですね。じゃあ、まあ、取るつもりはないですよ。意識、うん、行為的にはスタート取ることはないですけど、なった、まあ、そうなったらっていう感じですね。一個一個そんな弱点潰していくと相手選手がよりやりづらいでしょうから、うん、いい言い訳だったっていうことで、そうですね、すごい勉強に、もうグランプリ前に勉強になったんでよかったです、うん、グランプリであれをしたら多分後悔してたと思うので、うん、ちょっとその中で本当にドリームの優勝と、この暑さの中ですね、いろんな人がもうもだえて苦しがってるから、はい、爽やかで可愛らしいメッセージですね。涼しいメッセージ、牧部さんに頼んでください。高木はそんなに、ね、涼しい感じはない。涼しさ、涼しさを、涼しさを、そう、届けみたいな。え、涼しさを届けみたいなやつですか。かき氷でも食べてオールスター見てください。こんな、こういうことですか。そう、こういうこと、こういうことでもいいですよね。私の涼しいなりのコメントなんで、はい、かき氷の売り上げがバーッと上がりました。バイバーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。